どうも、ウィリアム・テンプソンです。いやお盆ね、お金を使いすぎてしまったという方いらっしゃるんじゃないでしょうかね。いや、これから使うんだという方もまあまあまあいらっしゃるでしょうし、これから10月に向けて増税をするということでちょっと貯めなきゃなって思ってる方も、貯めるっていうか、どちらかというと先に買っちゃうの方がいいのかな、増税前にね。まあ、そういう方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、そういう方にとって非常に残念なお知らせがございまして、まあ、靴好きの方がね、見てると思うんで、わかる？もう知ってるよって方いらっしゃると思うんですけども、私はちょっと最近知りました。てか今日、結構これ朝早く撮ってんだけど、起きてすぐ知りました。なんで起きてすぐ知ったのかわかんないんだけど、でね、ご覧の通り、サフィール・ノワール、アヴェルっていうね、このね、これです。これ。これらが関係してるんですけども、いやちょっとね、サフィール系のものが値上がりするという残念なお知らせを耳にしてしまいました。というか目にしていました。いやー、どれだろうな、ニュースだっけな、一回見たんだけどさ、マジかと思って。そこでね、この価格改定のご案内というルボー。これですね。採用情報の更新でなんと、採用してくれんのかな、してもらおっかな、サフィールいつも。すごいよって言ってるし。使い方とかいろいろね、なんか、YouTube みたいな感じでやってますけど。まあ、これを見ます。これ、指さしてもわかんないか。これですね。ニュース、新着情報。背景。平素は格別のご愛顔を、賜り厚く御礼申し上げます。この度かねてからの原材料高騰、欧州の物価上昇に端を発する輸入価格の上昇を受け、サフィールノワールコルド塗りアングレーズルボーの一部商品におきまして価格改定をさせていただくことになりました。弊社におきましても蒸気溶飲に加えて国内における人件費や物流費が高騰する中、諸経費の削減をはじめとする企業努力により、価格の維持に努めてまいりましたが、弊社単、なんだ、セミがこっち来た。びっくりした。なんだっけ、どこまで言うんだっけ。なんかね、とにかく、もういいや、誠に遺憾らしいです。うん。で、令和元年、9月2日。月曜日より表示価格を改定しますということですね。マジかとね、なりまして。で、対象商品、価格改定、対象商品リストはこちらってあるんで、これを見てみたいと思うんですけども、サフィールの商品ですね。まずサフィールって何かっていうと、青い系列のやつですね、多分。青くて、なんかね、ちょっと安っぽく見えるような。やつですね。でも全然物としてはいいんですけども。で、サフィールノワールっていうのが、ちょっと高級感のある、サフィールノワールみたいな感じの、あんな感じのやつです。サフィールの方は、サフィールみたいな感じの。はい。これでわかる方いらっしゃったらもう、すごいですね。で、レノベーティングから補修チューブっていうのは、ちょっと持ってないんですけど、あれですね。傷隠しみたいなやつですね、多分。レノベーティングね、これな、PDF ファイルなんだね。で、それも、なんかね、1300円、全部100円ずつ値上がりしてますね。で、ユニバーサルレザーローション。これも100円値上がりしてますね。レノマットリムーバーもしてますね、100円。これですね、さっき言ったの、ビーズワックスファインクリーム。これね、結構いい、ソールとかに使うといい商品だったんですけども。あー、1000円になっちゃうんだ。もうブートブラックと一緒じゃん。で、これ税込み価格じゃないからね。税抜きだから、まあ、言っちゃえば1100円なのか。1100円ですよ。高くなっちゃうな。で、ビーズ。これもメタリックのやつですね。あ、これ1000円だったんだ。違ったんだね。で、ビーズワックスポリッシュ。これもなかなか良かったんだけどね。700円から800円か。結構高くなっちゃうね。やっぱね、100円値上がりはね、結構でかいですよ。このちっちゃい、100円程度の差で結構変わるような、靴磨き業界ですからね。アプライブラシってなんか、変な形のやつですね。あれはちょっとよくわかんないけど。オムニローションね。聞いたことない。スエードブラシなんかあったんだ。バーニスライフエナメルローション。知らない。
レプタイルクリーム、なんだよそれ。レプタイルクリームってあれか、レプタイルみたいな、なんかそんなやつかな、わかんないけど。バーニス、これ読んだな。シューケアセット、シューケアセット、もう知らない知らない知らない。駐車インセットも一緒じゃんこれ。スタンダード、もう、うん、シープレザー、ブラックレザーインソール、何それ、ブラックレザーのインソールがあった。へえ、安いな意外と。なんかさ、7000円くらいで売ってるよね、あそことかに。高島屋で見たんだけど、ミスターミニット高いで、これね、サフィールノワールの商品、これが私にとってはね、ちょっとショックでしたね。クレム1925 75ml、 なんと2000円から2200円に、200円も値上がりしてしまうというね。いや、買った方がいいですよ皆さん、もうこれ。下に一応概要欄にねリンク貼ってあるけど、そこから買った方がいいと思います。そっからしなくてもいいんだけど、別に私にとってはそっから買ってもらった方が非常にありがたいんですけども、まあそれは置いといて、とにかく今のうち買った方がいいと思う。サフィールのクリームなんて結局使わないから、あんまり使うけどすぐなくならないから、まあちょっとね高いと思いますけども、でどうせ200円の差じゃんとか思うかもしれないですけど、まあそんなこと言わずにですね、2瓶くらい買った方がいいんじゃないかな。黒2瓶、まあ、持ってる色のやつですね。私だったら黒2瓶、焦げ茶2瓶、エルメスレッド2瓶、ね、あとなんだ、ニュートラルも2瓶、あとブラウンみたいなやつも欲しいから、それも2瓶。だ、5、5、10、10、2000、2万円、すごくない、すごい買うじゃん。やだな、ちょっと買いすぎかな。まあいいや。で、これちょっとよくわかんない。で、これはね、あれですね。普通のワックスですね。これもなんでか知らないけど200円。これに関してはなんでだ。上と大して変わんないのにな。ホールワンクリームも上がってますね。あれ上がんないんだ、あれ。ナッパ、スペシャルナッパ。もともと高いからね。まあ、いいでしょう。スペシャルナッパ上がんないならいい。これがちょっと高いよね。で、あれも上がんないんだね。コルノヌイヤングレーズのクリーム。ずっとじゃああっちの方が安くなっちゃうじゃん。クレームより。シューツリー、たっけーなー。1万7000円か。でもあれだな。あれ。なんだっけあれ。クレマチスで買ったやつ2万円だからな。ついでに、浅草コブラさんの靴なんかあれ、3万5000円くらいしてんから、ね。ルボー。あ、ハイシャインポリッシュクロスってあれね。細くて使えないやつね。あれ600円になるんだ。もっと買わなくなっちゃう。あれ上げない方がいいと思う。でもむしろ下げた方がいいと思う、あれ。誰も使わないから、あんなの。ということでですね。なんかね、このように上がるらしいですね。このサイト見るの初めてなんだけど、っていうか、こういうの見んの、ほぼほぼ見ないからさ、ニュース他にあんのかな？採用しようかな？採用してもらおうかな？なんか、UR、ルボー、どう思う？リクルート。リクルート。リクルート読んでみようかな。正社員だってさ、年齢、高校卒業、18くらいから35くらいまで。アバウトだね。若年層の長期勤続によるキャリア形成。あー、そういうことね。おしゃれ好きでアクティブな方は大歓迎。いいじゃん。未経験で未経験、すげえ経験あんけど。すげえ靴磨きの経験じゃないのかな。営業力、営業キャリアの話してんの。あんまちょっとわかんないかもしれないな。営業か、でもな、本当のこと言っちゃうからな。クレームだったら本当のこと言えんかな、でも。本当のこと言っても平気だな。いや、なんかさ、変な余計なもんだと本当のこと言えないからね。SNS？ うん。記事作成もなんかろくな文書けないからな。18万から25万。18万？ちょっと安いな。まあいいか。2万円までしか出ないんだ。名古屋本社って行くのにどんだけかかんだよこれ。昇給年1回、賞与ボーナス年で、休日は土日祝日、まあそれ普通だね。基本9時から18時、9時間っていうか1時間あれかな、なんでこんなの見てんだろ。こんなのやるんだ。へー、ああ、ちょっと何これ、真似してるね。さすがサフィールも真似するんだね。てか、ルボーか。どうでもいいけどね。How to って何？ちょっと待って、ついでになんか見てみようか。どうでもいい話しかしてないけど。
アミラルグロスとか値上げしないみたいですね。書いてなかったよね。これなんだ？デリケートクリーム？サフィールにもデリケートクリームってあったっけ？知らないんだけど、これ。気になるな。へぇ。1100円になっちゃいますけどね。まあ、ということでですね。サフィールの、もの、商品が値上げするという、この、ね、いろいろ買ってしまったとか、旅行で使ってしまっただの、家族サービスしてしまっただの、そういう方にですね、さらに苦しんでいただこうというルボーさんの、思いが伝わったんじゃないでしょうか。絶対採用してもらえないでしょ、こんなの。いや、正直ね、ショックですよね。いや、結構でかいよ、200円って。だってさ、200円でしょ。今の10瓶買うって話でさ、200円値上がりするって言ったら、しかも増税だからね、さらに200何十円か上がっちゃうわけでしょ。だって2000円以上なわけじゃないですか、200円10瓶だったら。そしたらもう一個買えんからね。そんだけ結構、どんどん高くなっていくね。なんだろうね。はい。ということで、ちょっと、いつもと違う感じの動画でしたけどね。以上となります。皆さんも買うなら、今のうちかもしれないです。概要欄に貼ってあるんで、ぜひ、買ってみてください。それでは。